山本浩二と堀北真希の馴れ初め。俳優として活躍している山本浩二さん、その端正な顔立ちと高い演技力で多くの人から支持されています。そんな山本浩二さんと女優として活躍していた堀北真希さんとの結婚の馴れ初めについてご紹介します。2015年8月に12歳年下の堀北真希さんと結婚したことを発表した山本浩二さん。当時2人の結婚は交際ゼロ日婚と話題になりました。2人は2009年4月から6月にかけて放送されたドラマ「あたしんちの男子」で初共演。報道によると山本浩二さんはこの時から堀北真希さんに好意を寄せており、連絡先を聞いたそうですが、教えてもらったのは事務所の電話番号だったといいます。そして2010年4月にはスペシャルドラマ我が家の歴史で2度目の共演。この時は進展がありませんでした。また2015年5月に上演された舞台嵐が丘で3度目の共演をした際、山本浩二さんは堀北真希さんに約40通の手紙を渡すなど猛アタックを続けましたが、返事は1通もなかったそうです。千秋楽で連絡先を聞いても教えてもらえず、自分の電話番号を渡したところ、その日の夜に初めて堀北真希さんから LINE が来たといいます。その後堀北真希さんが仕事のため新幹線で京都に行くことを知った山本浩二さん、自らも新幹線のチケットを取り、指輪を持って堀北真希さんに会いに行ったようです。勘での行動でしたが、見事堀北真希さんに会うことができた山本浩二さんは、交際じゃなく結婚しましょうとプロポーズしたのだそう。そして2人は2015年6月に交際をスタートし、同年8月に結婚を発表しました。山本浩二さんは2017年9月26日放送のトーク番組「徹子の部屋」に出演した際、交際ゼロ日婚の真相についてこのように説明しています。交際している暇がなかったというか、良くも悪くもですけど、マスコミの方がいる中で彼女は何もそういうことが表に出なかったこというか、僕はいろいろあったんですけど、噂があったりとか、だけどそういうのが出る前にいきなり結婚の方がいいんじゃないかなっていうことが割と2人の中で共通になりまして、だからもう急いでしちゃった方がいいやっていうことで、基本的には結婚してから初めてデートとかしましたから。さらに山本浩二さんは当時を振り返り、次のように語っていました。僕としては今草食系とか肉食系とかいろんな言葉がありますけど、人生に1回くらい全てを投げ捨ててでも一人の女性を捕まえるためにっていうのは、やっぱり僕は別に悪いことではないと思ってますけどね。それをいろいろ言われたこともありましたけど、でも痛くも痒くもないですね。僕としては山本浩二さんの男らしい一面が垣間見えました。